焼津市浜遠目の浜遠目トンネルは、今月2日にトンネル上部の斜面が崩落し、内部の壁面にひび割れも見つかっていることから通行止めとなっています。このため県は専門家を交えて原因究明や対応策を協議する検討会を開き、崩落した斜面の状況やトンネル内のひび割れとの関係性を解析するための調査方法などについて協議しました。崩れてない側のボーリング調査であるとか、崩れてくる側についてはドローンからの電磁探査という技術がございますので、そういったものを活かしながら今の状況を鑑みながら安全性を確認した上で調査を実施していきたいというふうに考えております。通行再開についてのめどはまだ立っておらず、県は安全を確認した上でなるべく早期に回復したいと説明しています。